ルーカス・エヴァンジェリスタことルーカス・エヴァンジェリスタ、サンターナ・ジオリベーラは、ブラジルのサッカー選手、レッドブル・ブラガンチーの所属。ポジションは MF。2009年に、デスポルチーボ・ブラジルの下部組織に入団。2012年に、マンチェスター・ユナイテッド FC のトライアルに参加した。同年サンパウロ FC に移籍。2013年5月に、サンパウロで、トップチームに昇格。この時、 ユースから選手を昇格させる代わりに7人の選手が放出された。2013年6月に初出場。8月11日に行われたアソシアソンポルトゥゲーザジデスポルトス戦でラウロから得点を奪い初得点。この日はブラジルで父の日であったので彼はこの初得点を父親に捧げた。年末に彼は昇格した時は驚かされた。 ユース時代とは扱われ方が違って、すぐには適応できなかった。クラブとしては、いい一年とは言えなかったが、自分個人としては、いい一年を遅れたよ。と述べた。2014年8月28日に、セリエ A のウディネーゼカルチョに400万ユーロの移籍金で移籍1年半在籍したが、出場は4試合に止まった。2016年1月20日に、 半年のレンタルでパナシナイコス FC に移籍。2017年7月に1年のレンタル移籍で GD エストリルプライアに移籍。2018年7月27日にリーグアンの FC ナントに5年契約で移籍。2019年夏にビトリア・ギマランイスに期限付き移籍。ありがとうございます。